きょうの都心は正午に 35.5 度を観測し、今年16回目の猛暑日となりました。厳しい暑さが続く中、都内の動物園では動物たちの暑さ対策に工夫を凝らしています。きょうも都内は厳しい暑さとなり、最高気温は都心で 36.4 度、練馬で 36.8 度と各地で猛暑日となりました。東京消防庁によりますと、熱中症の疑いできょう救急搬送された人は午後3時の時点で22歳から84歳の男女8人でした。そして暑さを警戒しなければいけないのは人間だけではありません。武蔵野市にある動物園では、暑さが苦手な動物たちのため様々な工夫をしているようです。ここではですね、モルモットの暑さ対策としてご覧いただけるように送風機とドライミストを組み合わせて温度湿度を下げるように工夫をしています。もともと南米の標高が高い涼しい場所に住むモルモット、高温が苦手なため屋外にいるときはミストを送り対応しています。ミストの下にはオスのニホンジカが座っていますが、10分ぐらいあの姿勢で涼をとっています。動物たちが体調不良にならないよう、こうしたミストは日中9箇所で噴射されているということです。さらに暑さ対策はその他にも。リスの展示施設では氷漬けされたクルミが与えられ、体を冷やしながら水分補給ができます。普段から行動観察はしているんですけども、あとは残す餌の量だとか、特に夏はですね、気温が上がった時に呼吸がどれほど上がるかというところも見ています。でこれだけ暑いので小さな変化も見落とさないように気をつけることが必要ではないかと思っています。